はい、続いてやってまいりました、富津港公園。今日はね、富津に、焦点を当てます。遠浅ですね、ここはね、完全に。ここもね、護岸、結構ね、綺麗な護岸があって、まあ、その下は人工護岸ですね、になってるところです。こんなに広いのにずるいと一人じゃないで、めちゃくちゃ広いですよね。こんな感じのね、今ね、ずっと延々と続いてる感じです。でね、一応ね、遠浅なんですけど、まあ、見た感じはね、そこまで浅くない。水深、そうね、2メートルぐらいはあるんじゃないですかね、これね、というような場所って。ちょっとね、降りるところがね、どこだかわかんないんですよ。でね、これね、降りちゃダメって書いてないんでね、降りてもいいんだと思います。この一直線と、この先の角を左に曲がったところは、釣りができるということです。釣り可能のエリアですね、になってるみたいです。これなんか釣れそうですね、そこまで、ね、海汚くない。でね、一番奥にね、ああいう取っ手があるんですけど、あそこはね、立ち入り禁止です。まあ、いっぱいいますけどね、釣り人は立ち入り禁止なんで入っちゃダメですね。あそこもね、護岸になってて、ずっとこれ長いですね、500メートルぐらいあるんですかね、はい、護岸になってて、そこで銀鮑が釣れるってことなんですが、今現在は、立ち入り禁止です。ここね、投げ釣りする人が多くて、まあ、とはいっても、これだけね、2、3メートル石が引いてあるんで、結構投げるにも長めの竿が必要でしょうね。まあ、4メートル、5メートルぐらいの竿が必要なんじゃないでしょうか。あとね、万が一というか、大物がかかった時用に、タモは必須だと思います。タモもね、やっぱね、4、5メートル必要なんじゃないですかね。一番端からね、降りれるっぽいんで、ね、ちょっと端まで歩いてます。なんかのランドマークにしようと思ったんでしょうけど、今や立ち入り禁止になってます。なんか展望台なんですかね。やっとね、釣れそうな場所にたどり着きました。ここはね、おそらく釣れるんじゃないかなと思います。僕自身も初めてのところです。立ち入り禁止ってことないですよね。まぁ、ちょっと注意されたら、もちろんやめるんで、一回ちょっと釣り始めてみましょう。これすっごいですね、500メートルありますね。穴釣り天国ですね、ここ釣れたら。はい、じゃあいい穴がね、いっぱいあるんで始めていきましょう。めちゃくちゃいい穴が山ほどあります。奥に行くにつれて多分ね、深くなるんだと思いますね。楽しみですね。うわ、カニだ。やべえ、カニ天国ですかね、もしかして。いつもだったら確実にいそうな穴にいないですね。今ちょっと寝掛かりしそうになって外したんですけど、餌がなくなってました。うわ、カニ三昧かもしれないですね、もしかして。今のところね、反応ないですね。ここのね、エリアは結構広いんでね、今日はね、ここをやってもう帰るつもりなんですよ。まさかの坊主可能性があります。カニ相当いそうですね、ここ。もうちょっと深くなりましたね。80センチぐらいにはなってます。これカニ、今のところね、魚の生命感はないしね、カニは山ほどいますけど、初めてのところはワクワクするもんですけど、カニが多くて反応がないっていう場所はね、結構ね、いち早く危険なりしますね。うん、カニばっかだな。生命感が本当にまるでないし。お、90センチ近くなってきました。いないんですかね、ここね。住みやすそうな感じするんですけどね、魚。ここはまあ、富津市なんですけども、いつも言ってる金谷フェリー港、あそこもね、富津なんですよね。で、あそこはね、満潮の時は釣りにならないんで、今ね、ちょうど満潮の時なんで、あえて、前々からチェックしてあった、行ったことない場所ですね。もう、今日は、攻めています。
カニに捕まれちゃいますよ、毎回。ガツンと来ないですかね、ガツンと。いないわけない感じなんですけどね。落としてる最中にね、鈍い反応がありました。普通のカニに餌を飲んできた状態ですね、本当に。まあ、ここ釣り情報的にはハゼとか、ハゼ、キス、メバチみたいなね。まあ、そんな魚がいるということなんですけど、まあ、そういう魚がいるんだったら、メ魚も多少はいるんじゃないかと思うんですけどね。どうでしょうね。すごい隠れてそうな穴をずっと狙ってるんですけど、ピクリともしないです。ちょっと釣り人がいるとこまでやってダメな、諦めましょうか。雰囲気的には絶対いるんですけどね、ここね。気が悪いのかな。今日は大潮なんですけどね。深さはこれずっと変わんないのかもしれないですね。うわ、これまずいですね。もう帰るしかないですよ。多分ね、いつもの手とか行ってももうね、人いっぱいだと思うんで。そもそもね、魚の姿をまだ見てないです。目で。やっぱもうちょい南に行かなきゃダメなんですかね。全然ない感じですよ、魚っけは。カニっけはいっぱいありますけど。で、1回でもね、当たりがあれば、もうちょっとやってみようかなっていう気になるんですが、全く当たりがない。カニに捕まれる感覚しかないですね。いや、かなり選択、ミスりました。まあでも、こういう日もあるでしょうね。最近結構ずっと釣れ続けましたもんね。先週もね、大きいの釣ったし。でも、やっぱ、釣れないと悲しいですね。疲れが倍増します。カニがいるってことはね、それを食べる。根魚もいそうですけどね。一回ぐらい当たりあってもいいんじゃないですかね。もう2、300メートルやってきてますね。おっと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 。出た、ドロメ。ドロメはいるんです。じゃあもうこの餌で終わりにしましょうかね。ワカスと同じ結果ですね、これ。カニがいて、釣りにならない。で、魚もいる気配がない。石があるところがありますね、ちょっと。そこやって終わりにしましょう。少しだけ変化があるので、ここやって終わりにします。はい、じゃあ終わりにしましょう。結局、無反応でした。あまり良くなかったですね。釣り場としてはね、そんなに悪くないんで、次もう一回来てみたいと思ってます。ね、悪くないですよね、ここね。ただ、いかんせん今日は魚くんがないです。あとまあ皆さんいつも言ってますけど、こういうところを来る場合は、万が一のことを考えて、ライフジャケットをつけるようにしましょうね。嵐も今、腰巻きのやつつけてます。まあ最近はずっとこれを使ってますね。これからちょっとね、いつものテトラも買おうかなと思ったんですが、今日はね、このぐらいで終わっとこうかなと思います。明日ね、もうちょっと風が弱まる予報なんで、まあ外房はね、行けないんですけども、内房の、今まで行ったことないようなところに、行こうと思ってます。本当に行ったことないところですね。で、結構ね、サバイバルチックな場所ですね。本当はね、富津岬から先に行かないと、酸素濃度が、低い状態の海で、まあ、ここもね、酸素濃度はだいぶ低い、海になってます。まあ、それもあってね、魚系がまるでなかったっていうのが、まあ、今日の、結論ですね。はい。ということで、あまりいい結果になりませんでしたが、久々の坊主ってことで、まあ、たまにはこういうこともあるでしょうという感じですね。という感じで、今日は終わりたいと思います。またねー。